開票率が 0.1% と報告。盛り上がりも何もないじゃないですか。僕らの YouTube は始まっていないじゃないですか、こんな大変な作業。回数の法則よりも大変な感じするで。回数の法則なんて可愛いもんじゃないですか。本当だね。この企画考えたら誰だよ。いやー、思ったよりしんどいね。これしんどいじゃん、僕。でも途中からのランナーズハイみたいに全然平気になるかもしれない。ならないよこれ。ならないよ俺は。ならないかな。統計が嫌いになってきました。ってだよ。いや、こんなことしなくて済むようにあるのが統計だからね。いや、こんなことしなくても分かってることは今僕ら頑張って試してるわけだ。そうだね、僕ら、うん、若干ね、うん、そんなわけないだろうとか言ってたじゃない、うん、言ってた、ね、うん、若干じゃなくて、うん、反省してますね。そんなもんだろうなみたいなね。いやー、あの口は災いのことね。本当だね。いや、人生を振り返る時間ですね。無心にね。無心にね。パチン。お。キュー。もつがおかしくなってる。イエーイ。ジュン。イエーイ。ランナーズハイが来たんじゃないよ。おー、ふざけんなよおいこれ。100回やろうなんてバカなんていねえだろ。すげえ全部のミラクだった。え、嘘嘘。やばいこれは。いや、ほんとさ、人が引くってなるとさ、いろんなことが起きるよね。そうだね、理論じゃないよね。そうだね、うん、この箱も貧弱だしね。もうなんかさ、ガタガタになってきたんだよね。これどんなんやった今俺。わかんないよ。イエーイ。若干疲れてる。いやね、意外にね、この作業でね、ここら辺がね。明日筋肉痛かもしれない。運動不足がね。よし、やっていこうじゃないか。慣れてきたよ。慣れてきたけど、こんなの慣れたくないよね。まあ、だんだん慣れてきてる我々がいると。これはね、本当にね、みんなにやってほしいよ、ね。そうだね、みんなこんなバカらしいことをしないために統計学を学べばいいんだよ。あと、シミュレーター。ああ、そうね、確かにプログラム書ければこんなことね、自分でやんなくてもいいからね。やっぱりね、あのシミュレーターは甘えだよ。甘えだの。甘えだよ、やっぱこうやってね、一つ一つ手作業で。自分手作業で。心こもった。そうそうそう、心こもった統計学やってほしいね。本当だよ。手心ね、真心こもった手作業。こんな統計学ないだろ。数えなくてもだいたい 10が分かり始めてくる。ほんとさ、うん、これにさ、いやこいつら不正してんじゃないかとかさ、うん、文句つけるやつがいたらさ、もうマジで本当に俺どうにかなりそうだ。いや、君 CAO じゃないですか。もう CAO なのに今カードを数えてるってすごいね。わ、確かにね、こんなことしたわしないね。絶対しないよな。7回目第7回。第7回。いや、顔元気じゃないですか。お元気がね、ちょっとね。第7回。一応8回じゃない。もう一回7回やりますか。やらないやらないやらない。じゃあ第8回。イエーイ。よし、やろうじゃないか。やろうやろう。本当にね。やっていこうよ、ね、いや疲れたな。本当だよ、疲れてる時に俺がボケてるのこうなんていうの、ないがしろにするの。確かにこんな作業ノビラさんにさせられないね。怒られちゃう。切れるでしょうね。もういいじゃんこれでとか言って絶対言うよ。確かにな。でもあいつがディレクションに入ってもさ、100回やれよとか言い出しそうだよね。俺らが苦しむの見て。確かに確かに。自分やらないけど。やらないけど。やらない。なるかどうかって。今何回なんですか。分かんない。第9回。9。よし、ついに来たね。よしよしよし。よし、ね、頑張っていこう。ね、100回はというたわごとはね。そうね、100回はね、ちょっと理想論だよね。理想論だよね。うん。いやー、僕さ、YouTuber ってさ、もっと夢がある仕事かなと思ってたんだけど。うん、
悲しいね、確かにね。これね、やっぱ統計学とかやり始めるとこうなるんだね。うん、そうかもしれない。グッドラック。ありがとうございます。いやー大変だったね、思ったより大変だった。10回でこんなにかかると思わなかったね。チャンネル登録、グッド評価、よろしくお願いします。